あの施設栽培はその安全性の問題も安定的に作ることも全部それは解決できるんですね。少なくとも農業は儲かる農業に変わっていかなきゃいけない、それから安定的な農業の仕組みを導入していかなきゃいけない、でこういうところから植物工場の役割が出始めてきたと。やる気があって農業に興味があって日本の農業を変えていこうという志のある人たちにとってはそういうチャンスの道が開かれるよと。共存共栄のできるようなシステムが農業の中に出てくればいいんじゃないかなと、それが新しい農業に変わっていく大きな夜明けだと思いますね、はい。生まれが青森ですから、農業圏ということもありましたから、農業っていうのはごく周りにこう自然にこう農業やってる人がたくさんいましたから違和感も何もなくてですね、ただしその時の農業は 今もほとんど変わってないんだけれども、まず農業の収入というのは不安定が多くて、で意外と稼げなくて、で我々が学生時代の時に農業の実家の方々はなかなかその大学に行くにしてもですね仕送りができないというぐらい所得が低かったんですね。で私が銀行に入ってからもその農業関係の取引先たくさんありましたから、意外と不良債権になっている業種は一次産業が多くて、農業っていうのは意外と稼げないもんだという部分がありましたから、まあその稼げない農業を稼げる農業にいつか変えてやろうという部分はまあ、生まれ育ったその時から見てたのと、社会人になってなるほどその裏付けをちゃんと確認できたと、まあそれが農業をその再生させるね一つの私の心の起爆剤になったわけなんですけどね。28年勤めましたですね。でその間に経験したものはお金を貸す部門が結構長かったんですね。でお金の貸し方というのは、まあ、銀行からすると非常にあの内容のいい企業にしかお金を貸さないという、まあ、比較的そういうルールの下でね、実際何か新しいものをやるという人にお金を貸すよりももうすでに出来上がった企業にしかも内容のいい企業にお金を貸すと、こういうのをずっと見てきたんだけれども、まあ、実際世の中っていうのはじゃあそういう企業ばっかりじゃないですよね。で新しくその産業をやりたいという人にでも何かそういうお金を借りてね、それから21世紀の事業に展開していくっていう企業も出てくるわけですから、そこの部分銀行は非常に弱いっていうのを私は28年間で経験してきたので、できるだけ外に出てでゼロからでも企業ができるじゃないかと、こういうものを実体験してみたいというのが一つあったんですね。銀行時代はですね、あの国際部というところにも所属していて、でアメリカヨーロッパを、まあ、2年間一人でずっと
化成商品という金融商品を勉強しに出たんですね。で2年間でしたから、土日の週末の休みっていうのをどうやって使うかということがありましたから、まあ、その土日はほとんどアメリカヨーロッパの農業をやってる部署に、ちょっと郊外に行けばみんな農業やってますから、まあ、それをずっとこう目の当たりに見てきて、でいずれはこの農業を日本でも何かできないかなと。その農業経営っていうのはやっぱり個人の経営じゃなくて企業として経営するということをね、その金庫のお金で海外見させていただいて、で別な分野もちょっと勉強させていただいたということが、まあ、今の基礎になっている部分はありますね。まずね、日本の農業をですね、ちょっとこう検証していくとですね、日本の農業というのはかなり今高齢化してきてるんですね。それでそのここ5年間で予測される、今やってる農業の方がどれぐらい農業をやらなくなっちゃうかというと、大体データ出てるんですね。でそれは5年間で70万人ぐらいの人がもう農業を卒業しちゃう。そうすると今日本の中で農業就業人口は、70万人も減ったらですね、自給自足率今でも 40% 切っているのに、こういう人たちがいなくなるということは作り手がいなくなるわけですから、これで自給率を上げなさいって言ってもなかなか難しい話だということ一つありますよね。それからこういう温暖化現象、今日も暑いですよね。こういう暑い日がもうどんどん国内でも予想外に続いてきたり、それから突発的に雨降ってスコールみたいにスーッと降ってスーッとこう抜けちゃうとか、それから竜巻現象が起きたりということで、まあ気候条件の変化っていうのはもう我々が経験したことのないこの気候の変化が目まぐるしく推移していると言いますかね、進んでいるわけですよね。でその中で露地物、つまりその外で作る農業だけでこの生産物を作るリズムがね、ちゃんと従来通りのリズムでいけるかというと、もうこれなかなか難しくなってきたんですね。ですからそういう露地物の農業をどうやって安定的な農業とこう組み合わせて、それこそ安定収入の仕組みに変えていくかということが、まあこの宿題をこれから解いていかなければ農業の担い手というのはなかなか出てこないと思うんですね。いつまでも不安定な農業であってはいけない、いつまでもその農業をやって働いて汗水垂らして働いても農業所得が二次三次産業に比べれば低いと、こういう状態では若い人たちは農業に入ってきませんから、少なくとも農業は儲かる農業に変わっていかなきゃいけない、それから安定的な農業の仕組みを導入していかなきゃいけない、でこういうところからこの植物工場の役割がこう出始めてきたと。ですから従来型の農業と新しいこれからのそういう安定的な収入を得られる植物工場の組み合わせ、これがうまくバランス取れる農業が次の世代に、まあ私は魅力的なものとして理解してもらえるんじゃないかなと思うんですね。私が銀行時代経験してきたね、何もない人が新しい産業を起こすということに今の世の中は環境的にできるようになってきたんですね。ですから例えば今農業をやりたいという場合であれば、まず私どもの方で研修を受ける、で私どもの研修証書修了証を出しますので、まあこれは農業できますよということですね、修了証。でそれを今度は銀行に話をして、こういう形で農業をやりたい、お金貸してくれと、でこういう僕はもう研修受けてきて農業できますというところで銀行と話をして、お金の調達ができるようにすると。でその前にじゃあどこでやりますかという場合は、今各区役所に行きますと各市町村の窓口で遊休農地を取りまとめして紹介してくれますから、土地は各市町村の窓口に行けばその紹介ができるような制度ができたんですね。3年ぐらい前にこれもう国がそういう具合にやりますということでやってますんで、各市町村の窓口に行って空いてる土地を紹介してもらう。それから銀行にはこういう研修を受けた経験の証明書を出して、で実際できますと、この土地でやりたいと、でこれだけの設備投資がかかるんだけれどもこれだけのお金貸してくださいという事業計画を作って、
一般的な、まあ、融資の話の申し込みをすると。でそこができるとお金出てくればあとはもう作り込みをして、で自分が経験してきたものをそこでやるというところで出来上がるんですね。でそこまで、まあ、できたとしたら、このできたものをどうやって販売しますかということになりますので、当面私どもは国内のレタスを安定的に供給しましょうということで呼びかけをしていますので、まあ、同じくレタスを作ってもらうわけですけれども、そのレタスを南のところ場所から北のところまでのこの連携の中でですね、レタスの市場を作ろうということでやっている中にちょっと入っていただいて、でそのマーケットの中に供給していくという仕組みなんですね。ですから、まあ、土地は役所を使って、お金は銀行にお話をして、で作り方は私どもの研修制度を使って、そして出口戦略はそういう南から北までのマーケットの野菜バンクという組合がありますので、そこに登録してもらうと、そこからまあ派遣口外側に出ていくという形で、まあ何もお金がなくてもやる気があって農業に興味があって日本の農業を変えていこうという志のある人たちにとっては、そういうチャンスの道が開かれるよという、そういう環境づくり今出来上がってますので、まあ、それを利用していただきたいということですね。今私どもの方は農場の中で働いている人たち、これ23名いますけど、まあ、22名そのものがですね、地元の雇用採用ということで、やっぱり被災を受けた方々は、まあ、働く場所がないということを切実にお話ししていましたので、まあ、いくらかでもお手伝いできればなということであります。でじゃあそのここで働いている人たちはどんなことをやってきた人ですかというと、漁業を主にやってきた人から家庭の主婦、まあそんな方でもですね、まあ私どもが何日間か指導してですね、で教え込むことによって、まあこういう農場ができると、農業ができるということなんですね。ですから、まあ雇用対策が一番大きなお手伝いの一つだと思います。はい、塩水をかぶってしまった田んぼ畑が結構見ていただくとあるんですね。ですぐなかなか再生できないと思いますので、まあ、そういうそのすぐできる農業に、お手伝いをしたいという思いがあります。とそれからもう一つは、その農業やってた人たちが、まあ、働けなくなってしまったので、この地から離れていってしまったわけですね。そういう離れていってしまった人たちがもう一回こっちに戻ってきて農業ができると、でしかも安定的な収入で農業ができるというところをですね、まあ、理解できる環境をもう少し、幅広く、声かけながらですね、復興の下支えといいますかね、そういう何かそういうものに役立てたいとこう思ってます。このドームはですね、実はその春夏秋冬、もう見ていただく通り、光がこう入ってくるわけですね。で光は入ってくるんだけれども、光も春夏秋冬によって強さ加減が違うので、それはこういう外側にある、遮光の技術のカーテンでカバーすると。であと温度とか湿度は、中で環境をコントロールするようにコンピューターできちっと環境コントロールができるようになってて、一定の温度をですね、保てるようにしている。湿度も同じなんですね。ですから光とそれから温度湿度、こういったものがこの建屋の中では自動的にこうコントロールできるような仕組みにしているということがあります。であとはまあこの育ってるその水槽の中に水が入ってるんですけども、水の中に溶液を溶かしてますので、その溶液も
春夏秋冬で多少その濃くしたり薄くしたりという部分がありますけれども、それも全部コンピューターがコントロールできるようにしていますと。ですから一定の植物が年間通じて同じようなものができるということです。こちらにあるのがですね、この苗を作る苗床なんですね。この苗床で育てた苗をあの内側に植えるんです。でこの外側のはもうこれ収穫ができる状況になってます。ですから毎日収穫をして、で毎日植えるという作業ができるようにこれなってるんですね。これはミストといって、あの全体の温度が湿度も含めて植物にあの必要な環境を作るための装置です。でこれはまあコンピューターで自動的にあの動くようにしています。でここにあるこの送風機ですね、これは風をこっちに送ってるんですけれども、実はこの風はここの植物の育つところの環境だけのエネルギーのコントロールをしています。上は野放し、暑い時は暑い、寒い時は寒いで清掃空調という形で呼んでますけれども、植物が育つところだけを環境コントロールしているというあの装置がこの中に入っています。でそれらを全てコントロールしているのはあそこにある水色のボックスです。これはここにいろいろエアコンとかですね、チラーとかドームの送風機、溶液のポンプの状況、全部こういう項目が全てこのコンピューターがコントロールできるような仕組みにしています。これ自社で開発したソフトなんですけれども、この頭脳が一つあれば全てこの環境はコントロールできるというあの仕組みにしています。であそこにある装置は、溶液の入ってる、ポンプです。であそこにある溶液をあのうまくコントロールをしてこの中の水に取り囲んでいるという形です。まあ、あとはあのいつも朝から晩まで24時間このコンピューターが管理をしてですね、で植物にいかに快適な環境をあの毎日一定の環境を作れるかというところで、あのにらめっこしてるわけです。まあそうやって育ったのがこういう野菜ということになります。まあ年間でこれ作れる計算、コンピューターで全部弾きまして、毎日毎日出荷できるんですね。まあそういう仕組みにしてありますから、まあそれ分毎日お金が入ってくるわけですね。ですから年間で計算ちゃんとできるわけです。そうすると農業収入っていうのは安定収入というのとイコールになりますですよね。で土地の収入であれば、温暖化現象で物が作れないっていうのがありますから、安定収入の道はちょっとなかなか計算しづらいですよね。まあそれに比べればこういう施設園芸っていうのは毎日出荷できますから安定収入を計算できる。まあそれであれば若い人たちはまあサラリーマンやってると同じ感じになりますから、まあそういう形で仕組み上作られています。まあ、あちこち声かけて、各地方自治体の方にもお話をさせていただいたんだけれども、まあ、なかなかそのまとまった土地をですね、各地方自治体もなかなかこうまとめられるような状況ではなかったんですね。で陸前高田はそういう意味では比較的早めにですね、まとめて土地をある程度の規模にまとめてくれたということがありましたので、まあ
そういうことでは非常に地方自治体の理解が非常にあったとわけですね。それでここに着地しましたというところですね。陸前高田さんはですね、私どもの一番今復興に対する思いを一緒にこうスタートをさせていただきましたので、まあできればもうちょっと規模を大きくしたいということで考えています。それとここの土地からですね、いろんな技術的なものを検証する研究開発ができる場所、それから若い人にそれを理解してもらう多少その研修の場所、そういった施設もですね将来作りたいということで、まあここからですね新しい農業が発信できるそんなエリアでありたいという思いでですね、まあこれ2年3年5年ぐらいかかるかと思いますけれども、そういう思いを持って施設園芸の東北のいわば発祥の地に近いそういうエリアを目指して作り込みしていきたいと思ってます。グランパさんについては本当に震災直後からですね、いち早く都市の方に声をかけていただいてですね、でやっぱり雇用がその少ない現実とかですね、いろんなことをもう直接感じられた中で、でいち早くその都市の方にこういうその植物工場を建てたいんだということで提案をいただいてですね、でまあ我々の方としてもですね、まあ被災した農地をどういうふうに扱っていくかっていうのはこれは結構大きな課題でして、どうしてもその塩をかぶったり、あるいはがれきがですね、まあ、残ってたりする農地がある中で、まあ、それを復旧するということもやっていくんですけれども、まあそうじゃないなくてですね、そこの土地を有効に活用してこういう新しい技術、まあ、経済産業省さんのですね、補助金もいただいてですね、そういうことをやっていくということはこれは非常に新しくてですね、市民にとってもいいニュースだろうというふうに思っています。いろんな選択肢を用意する雇用の面から言ってもですね、一つその大きなものすごい巨大な例えば製造業をドカンと連れてきてですね、で数百人雇用っていうふうになりますと、まあこれは日本各地でこれまであったように、例えば不況になった時にですね、一気にまた撤退されてしまうとかですね、リスクもありますので、まあ、そういう意味では、まあ、いくつかその新しい取り組みをこう丹念にこうやっていくということだと思ってるんですね。まあ、そういう意味では、まあ、今回のまあ、グランパさんにお願いをしている植物工場というのも、まあ、非常に新しい取り組みの一つでして、まあ、投資としてもすごく期待をしている部分です。昨年12月に決定をした陸前高田災害復興計画、これも計画期間というものがありまして、これにまあ8年間というふうに設定をしているんですね。まあ、やっぱり住居の問題、それから生業の問題、まあ、いろいろなものが回復するにはやっぱり長期の時間がかかりますので、今年になってからですね、なかなか関心が失われていくというふうなこともある中でですね、長期的な支援というかですね、そういうことを求めていきたいなと、まあ、例えば事業者の再建についてもですね、今年度までに再建する場合は補助金が出るけれども、まあ、次の年度になる場合は出ないとかですね、まあ、そうなるとなかなか当初のように、被害が大きいところはですね、再建もそんなに早くできないところもあるんです。まだ仮設の状況だったりしますので、そういう意味ではやっぱり長期的な支援を求めていきたいというふうに思ってます。路地で作ってる野菜がいかにその安全性がどうなの、から安定的に作ることがどうなのというのが、まあ大きく問われてきてるんですけれども、まあ、こういう施設栽培はその安全性の問題も安定的に作ることも全部それは解決できるんですね。まあ、そういうことでこれから若い人たちが農業をもし目指すとすれば、こういうその、ハイテク型の安定的に収入が得られる農業の作り込みの仕組みですね、これがどんどん若い人たちに受け入れてもらえるのかなと。それから市場としてはですね、買っていただく人は今いろいろ危険にさらされている状態ではですね、食の安全全般的に安心なものを食べたいということになりますと、
どうしてもこういうところで衛生的に安心できるような作り込みをしているところに目が向くように一般消費者もなってきているということだと思いますので、これからどんどんこういう植物工場は世の中に普及していくんじゃないでしょうかね。これからはですね、農業そのものがですね、今までやってきた従来型の農業だけでは、なかなかそのお話ししてた通り安定的な収入を得られるというのが難しいわけなので、安定的な収入ができるような農業というのはこういう施設園芸なんですね。でどちらかというと今やってる農業に安定的な農業を一緒にこう取り囲んでですね、で両方一緒にこう農業をもう少しこう幅の広い形に仕上げていくと、でそれが次世代型の新しい農業に変わっていくんだろうなとこう思ってます。ですから私どもはできるだけ、そういうそのこれから農業やる人にはこういう施設園芸も一緒に入れてね、路地でやってる人たちは路地だけじゃなくて施設園芸も一緒にその中に取り囲んで、もっとこう感覚的には、共存共栄のできるようなシステムが農業の中にどんどん出てくればいいんじゃないかなと、それが新しい農業に変わっていく大きな夜明けだと思いますね。はい。一番は非常にこう安心で安全であると、あとは味としてはコンピューターによって高糖度トマトが作られたりするんです。古くからある素晴らしい技術を多くの人が使えるようにすると、いわゆる匠の知恵の形式地化というような部分が IT と農業をつなぐ一番重要な部分かなと。どんどん世界に技術を展開して世界中で生産できる農業法人を作っていくということが GRA のビジョンになっています。2011年3月11日の、震災があって、で、私の実家がこの山本町にあったので、両親その他友人が生きてるかどうかわからない状態があったので、その直後にここに何というかこう急変というかに来たんですね。でその時にですね、車で町内を回りながら、昔そのイチゴが、ハウスが集積していた場所を回ったんですけども、ほとんどのイチゴハウスが壊滅していたんですね。
で、まあ、この町の産業というのはほとんどイチゴぐらいしかなくて、あとは自動車産業が少しあるんですけども、イチゴの比重が高いと。でそれが全滅しているっていうのを見て、このままだとこの町がまずいなと、町自体がなくなってしまうんじゃないかというか、そういうふうに思いがあったんですね、震災直後に。で、まあ、私の祖父がいちご農家で、まあ、父親母親の代は継がなかったんですけども、そういった縁もあって、いちごにはすごく子どもの頃から慣れ親しんでいたということなんですね。で、まあ、何か復興を手助けできないかというふうに考えた時に、まあ、自分のそのスキルと、あとは山本町の、まあ、元から持っている強さみたいなのを考えた時に、自分は経営者として東京で IT 企業を10年ぐらい経営してきたっていうのがあって、まあ、経営は割とできると。でここの町の特産はイチゴだということで、イチゴ農家を始め、ここでスタートしてみようというふうなのが、始める時のきっかけになってます。株式会社 GRA は、先端施設園芸というものを軸に、農業を中心に事業を展開しております。で宮城県の山本町というところに、先端園芸施設を3つ作っており、そこで、新しい先端的な栽培方法を利用して、いちごとトマトを作るということをメインの業務にしております。加えて栽培方法の研究ですね、研究もしています。最初からこういう大きい施設をスタートしたわけではなくて、昨年の7月ぐらいに東京 の GRA の仲間と一緒に小さいですねパイプハウス、かまぼこ型のパイプハウス、まあ、よくこの辺にあるんですけども、それをですね作ったんですね、手作りで。で井戸を掘って自分たちで、でいちご作りっていうのに、まあ、いわゆる本当に昔から旧来 の作作り方で挑戦したんですね。それが昨年の7月なんですね。で、その後にですね、ここの例えば施設なんかは国と共同して先端施設を運営し研究しようと、で被災地に展開しようというような国のプロジェクトも入っておると。でそれの受託をしたというのはこの施設運営のきっかけになります。最初は NPO からスタートしてしたので、こういったの独自に農業法人を立ち上げる予定というのは全くなかったんですね。で生き残っている被災地のそのいちご農家を支援するという形で我々はこの町に入っていた、東京から通って、それがまず最初の関わり方だったんですけども、まあなんとか残った農家さんはまあ復興しているんですけども、その他の農家さんがなかなかこう立ち上がることができないぐらいまでこう破壊されてしまったので、そうなるとまあ我々でそのフラッグシップモデルを作って、なんかこう刺激物のようなものにならなきゃいけないんじゃないかなというふうに考えたんですね。でそれで自分たちで農業法人を運営しようということになったんです。そもそもはボランティアベースで他の農家さんを支援する、おそらくもちろん研究レベルでやられているところは研究試験場だとか数多くあると思うんですけども、当然その生産物を販売する時の売り上げ、あるいは利益なんかに見合った設備じゃないといけないので、先端性が高ければ高く売れるっていう風なロジックにはならない場合があるので、ここまで大きく展開している、先端技術っていうのにこだわって展開しているっていうところはほとんどないと思います、全国に。
この施設ではトマトとイチゴを作っていて、でトマトの、は種から作っていると。で種から苗を作るまでの時間を短縮するということと、あとは、農薬をできるだけ使わないようにするために、これで人工耕の育苗室というのを作っておると。ここから見ていただくと、人工的にトマトの苗が人工耕で生産されているということですね。はい、作物生産では苗がこう重要な部分の5割とかを占めるって言われてくるぐらい大事なんですね。で苗の段階で病気がつかない、で苗の段階から無理な消毒をしない、安全なものができるっていうことですね。ここはトマトの栽培室、いわゆるまあ本舗と呼ばれているところです。まずですね、一番は非常にこう安心で安全であるということですね。こういった施設の中で作られているので、病害虫がこういった細かい 0.4ミリぐらいですね、の網目に入っているので、寄りつかないので、ほとんど消毒回数が少なくて済んでいるというようなことが安心。あとは味としてはコンピューターによって、例えば養分をコントロール、水を与えないようにコントロールだとかすることで高糖度トマトが作られたりするんですね。ものすごく甘いトマトを作ったりだとか、逆にものすごく甘くないけど大きいトマトを作ったりだとか、ただ自由自在にコントロールできるんですね、このシステムで。例えば上にを見ていただくと、カーテンが二重になってますよね。二重になっているので、一つのカーテンが遮光カーテン、もう一つのカーテンが冬に、暖かくするためのカーテンで、あと本当に暑い時はミストが出て、でここ冷やす、あとは暑くなれば自動的に上の窓が開いて、涼しくする、で寒くなれば自動的にクーラーが暖房がたかれる、であとはここで当然光合成しますので、CO2 が少なくなる、CO2 が必要になると。で、CO2 が足りなくなった場合には CO2 発生装置で、CO2 が出る。ここはですね、いちごの栽培室で、苗が完成した苗をここに植えて、ここから実を取るんですね。今こう小さいですよね。小さい、どん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 こう小さい芽が出てきて、これぐらいの大きさになると、ちょっと下からイチゴの、花が出てくるんですね。でミツバチが飛んで、その花が受粉してイチゴができるっていうこと。でここも同じように環境制御はコンピューターで管理されていて、例えば何度になったら、カーテンが閉まる、あるいは、何分に1回これで水を与える、あとは地熱加温といって、この培地自体が温める機能もついていて、そういったのも全部自動で行われるということですね。これも土ではなくてヤシ殻といって、ヤシを砕いたものなんですね。でこれ自体も全く栄養分も何もないような状況ものなんですね。よって人間がコントロールしやすいんですね。例えば土を使うことで土作りっていうふうに言うんですけど、土を使うと、あらゆる有機物が入っていると、で菌も入っている、そうなると人間がコントロールできないですね。その後土作りからというように、非常にこうコントロールしにくい難しい農業になってしまうんですね。でたとえ何年かかってうまくできたとしても、それで規模を拡大できるかって難しい。よってこういうふうに、そういったものを人間の力で作り出すっていうことが、この高設栽培、養液耕栽培の一番の狙いです。
コントロールが自在なので生産量の調整ができる。例えば市場に物がない時に物を出す、物がある時には物を取れないようにするっていうことも逆に柔軟に可能です。これまでその勘だとか経験で行われてきた農業をいわゆる形式地化、つまり、プログラミングできるように再現性があるようにするということが我々の先端性の追求している最も大きなところ部分ですね。もちろんその人の目で見ないと分かりにくい部分もあるんですけれども、計画的な農業ができる、これは今までの農業者にはなかなか難しかった部分ですね。計画というのはなんとなく勘でやってきたものがほとんどだったので、それというのは新しい人間にはなかなか真似しづらい。例えば10年間俺にを見て覚えろと、例えばそういう長いスパンで今の若い農業参入希望者がついてこれるかといったらかなり難しいですね。ですので、そういったなんとなく経験で行われてきたものを IT の力でに集約して行うというのが先端性です。そうすることで、例えば農業者が高齢化した時には自分でその状態を見ればいい、でどういうふうに管理するかっていうのはコンピューターなりに任せればいいというような栽培方法が可能になってくるわけですよね。定量的なデータを積極的に出すっていうことが重要かと思いますね。例えば放射線だけではなくて農薬のデータだとか、あらゆるものをその定量的に、むしろ積極的に出していくっていうことが重要で、これは被災地以外のところがやってないぐらいのレベルで定量的にオープンにするということで、正しいよく見ている消費者っていうのは放射線はもちろん大丈夫だと、じゃあ他のものはどうなんだっていう時に、逆に例えば農薬の管理、あるいは栽培方法の管理をきっちり管理している、トレースしている、コンピューターで追っかけているっていうことが分かると逆に安心感につながるので、こういったことは農業者にとってはチャンスとして捉えた方がいいと思いますね。逆にオープンにするってことですね。例えば放射線についてはもちろん検査をしていて、これはもう非常に基本的なものとして検査をしていると。あとは栽培のデータを全てこういったタブレットのようなもので農業者が記録しながらやっているんですね。ということは、いつどういう薬をまいた、あるいはいつどういう作業をしたっていうことが全てログとして残っているんですね。なので例えば消毒をしたとなると、その何を使ったか、何倍の倍率で薄めたかだとか規定があるので、そういったものが順守されているかっていうのを後から追いかけられるようになっているということなんですね。なので全てこう見える化して、でそれを消費者までつなげるというような取り組みが一番我々 一番力を入れている部分ですね。特にその難しいなと思ったのは、一つは農地法の問題。農地法ですか。はい、ですね。いわゆるその例えば農業生産法人を作れる人っていうのは、はい、いわゆる農業従事者なきゃダメだと。で、農業従事者がもう株式の過半数以上を持たないと、農業生産法人の認可は受けられないと。そうすると土地も借りることができないというのが法律があるんですね。そうすると、例えば農業従事者、一般的な会社であれば、例えば立ち上げると、でこういうビジネスをやると、で投資家からお金を募って、あるいは一部銀行から借り入れてビジネスをするということが全くできないわけですよね。いわゆる他の外部の資本を入れるということ自体が基本的には難しい法律になっているので、
それが一番苦労というか、農業者として農業はそういうもんなんだっていうのは分かったんですけども、その前まではその農業一般的な企業の経営経験でやっていたことと一番大きく違うことだったので苦労しました。まず一つが今インドに進出しております。来月中にインドに、ハウスの建設が完了すると。で再来月にイチゴを植えます。でそれはですね JICA さんとのプロジェクトで、いわゆる BOP プロジェクトで、まあ、インドの貧困層の人方々が食を食働く場所を提供するということで、我々のような施設園芸がそういったものに向いてるんじゃないかというような着想で、各、まあ、貧しい村々に、ハウスを展開していくということが事業の最終目的なんですけども、まずはインドでイチゴが作れるかっていうことを実験するのが、ここ数年の 目標というか、インドでイチゴができるかどうかっていうのはよくわからないので、はい、特に美味しいイチゴがであればなおさら美味しいイチゴができるかどうかわからないので、例えばですけど、他の国で あったかい国でも作れるイチゴっていうのはたくさんあるんですけども、寒いところで作れるような日本のあの甘いイチゴっていうのはできないんですね。あったかい国では難しい。でそれに挑戦するっていうのが我々のミッションです。この山本町では高齢者が 農業従事者の高齢化が進んでおると、はい、そうなってくると農業従事者が高齢化していくと担い手がいなくなってくると。でまずそれを防ぐために、例えばイチゴの産業で言えば担い手をどんどん増やさなければいけないということですね。で担い手が急にその育成できるかって言ったらそうではない。まあイチゴは長いに修行の時間が必要と言われたと。でそれを例えば IT で、を使って、今まで その農家の経験をある程度 IT の力で、IT でコントロールできるようにするっていうことをですね、いわゆる匠の知恵の形式地化というような部分が、IT と農業をつなぐ一番重要な部分かなというふうに思います。なので新しいことをやるというよりも、まあ、古くからある素晴らしい技術を多くの人が使えるようにするということが技術。もちろん細かいハウトゥーはたくさんありますけど、大きなところではそれは目標ですね。まずその GRA ではこの今ある山本町の 3つの施設で最先端の農業というのを作っていくと。でこれをまずは技術的に世界に通ずるというか、おそらく世界一を目指して、施設園芸の技術を高めていくと、そういった基地にするというのがこの山本町ですね。でそれをですね、どんどん世界に技術を展開して、世界中で生産できる農業法人を作っていくということが GRA のビジョンになっています。この山本町という町は震災以前から人口の減少が進んで、で高齢化が進んでいると。で高齢化率が 30% を超えていて、震災がなくてもやがてこうどん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 人口減少していくというような状況にあったんですね。でそうなった場合に、例えばその震災復興というテーマがありますけれども、復興したといってもその人口減少カーブはそのままであって、特に何か変わるわけじゃないと。いわゆる震災前の状況に戻っているだけだと。いわゆる衰退トレンドのままであるということは、それじゃ意味ないなというふうに感じたんですね。よってこの地域が
生き生きと輝くためには産業だとかビジネスの視点で考えなければいけない。で、順番からするといろいろありますけども、経済があってで政治があって、まあ、人があって経済があって政治があってっていうような順番で、例えば縄文時代だとか発展してきたなと思って、そうするとやっぱり、ね、強い産業がないと地域の未来はないかなというふうに感じています。今はまだその被災地復興のお金なんかが入ってきているので、なんとかこう生きることはできるんですけども、そのうち復興支援なんかもうなくなってきますので、産業がなくなったらもう本当に食えなくなっちゃうっていうのは町の現状ではないかと思うんですね。それまでに例えば東京だとか他の都会の人の意識っていうのはどんどん震災から遠のいていくと、で加えて、遠のいていって、加えて、逆にその復興マネーっていうのはどんどん入ってきていると。でその復興マネーが尽きれば、もう金の切れ目が円の切れ目のようになって人も集まってこなくなると。そうなる前に強い産業を作っておくっていうのが非常に重要ですかなというふうに思ってます。